環境部下水道課事業計画係1年目の佐藤です。私の課では下水道事業の計画及び調査、下水道施設に関わる設計、工事、維持管理などを行っています。また排水施設の届出に関する窓口や下水道使用量の改定、減免、徴収について水道部と調整をしながら行っています。私の担当係は下水道施設の設計や工事の発注、下水道事業の計画を行っており、一般の市民の方よりも施工業者とのやり取りが多く、工事監督員として状況を確認するために現場に出ることも多いです。下水道管の耐用年数は50年と言われており、一度改築や新築をした下水道管は長い間使われ続けます。そのため責任とやりがいのある仕事だと思っています。